前例がなければ作ればいいじゃないか。どうせ無理だとか諦めるのは簡単なんですけども、これは仕方がないと思ってる、当たり前だと思ってる課題、もう一回本当に真摯に向き合って確かめることは確かめてみようよ。彼は当たり前の常識を打ち破る日立の人。突然水が噴き出す。近年老朽化した水道管の破損により冠水や陥没事故が発生しています。水道管の耐用年数はおよそ40年。多くの水道管がその時期を迎えています。しかし漏水している場所を特定することは難しく、全国的な課題となっています。竹島正弘さん、インフラ事業の実態を調査する中で水道管の危機的状況を知りました。大規模な災害、そんなことになってるのかと。ひねれば当たり前に出てくるっていう、水道管が腐食して漏水がそう課題になってるってことを日頃考えたこともなかったので、これは本当に大変なんだ、なんとかしなきゃいけないなというふうに思いました。そこで高精度のセンサーに目をつけた竹島さん、水道管に取り付けることで漏水の振動を自動的に検知しようと考えました。センサーの効果を確かめるため水道局に実証実験をさせてもらうよう打診します。そのエリア全体を日立。ところが実績があるんですかって、で本当にこれって検知できるものなんですか、確かめたんですかっていうふうに言われて、いや確かめてないので実証させてもらいたいっていうふうにお願いしに来てるんですけど、いや本当にこれどうしたらいいんだろうっていう。このあと他の水道局にも断られ続け、八方塞がりの状態でした。しかし竹島さんは諦めません。まあお客さんのところで確かめれないんだったらもう自分たちで作っちゃえばいいじゃないか、前例がなければ作ればいいじゃないかって、何事にも必ず最初があるっていう、何事にも一つ目があるっていう、それは昔からのポリシーですので。茨城県にある農地を借り受け200メートルの水道管を設置、漏水の実験を繰り返し振動のデータを集積することでセンサーの精度を高めていきました。こうした中、熊本市の上下水道局が漏水問題に直面していることを知った竹島さん、改良を重ねてきたセンサーを生かしたいと考えました。これはもう絶対になんとか実証まで実証できるように実現させようっていうふうに、はい、強く思いましたね。そして2018年3月より熊本市内の繁華街や住宅地での実証実験が始まりました。しかしここでも問題が。センサーはすぐに反応したのですが、自動販売機や電車など漏水以外の振動を検知していたのです。結構ショックでしたね。ただじゃあやめようっていうふうには、その時はそんなことは全然思わなかったですね。やっぱり自分たちでも徹底的に、結果諦めることになってもやっぱりいろいろと確かめることは確かめてみようよ。竹島さんは誤検知をなくすため、漏水による振動とその他の振動の違いを一つ一つ明確にしていきました。自ら街を歩き1万以上の振動のサンプルを収集、それらの波形を独自開発したアルゴリズムで解析していきました。そしてついに漏水特有の振動を特定することに成功したのです。
この老衰っていうのは、まあ、端的に言うとすごい連続的な振動でそれが結構揺らいでるんですけども、これをその数学的にどう埋もれたものから老衰というものを引っ張り出してくるかっていう、そこの計算式を作り込んでいったり、経験がない中で手探りなので本当に地道な作業だったなと思いますね。こうして誤検知がほぼゼロになったセンサー、今ではさまざまな自治体で実証実験が進められ全国に広がり始めています。やっぱり私のポリシーは前例がなければ作ればいい、当たり前っていうのを変えていって、自分たちがありたい未来っていうのを作っていきたい、そういうイノベーションをずっとこれからも起こしていきたいなと思います。